はい、先々の俺の印象を始めていきたいと思います。今回は久々に、日本酒、ね、一升瓶で買ってしまいました。格例でございます。こちらですね、リスナーからちょっと、ね、生放送してる最中に、おすすめだって言われて買ったんですが、ね、格例と読みます。鶴の年齢と書いて、格例と読みます。これはね、魚沼。新潟県の南魚沼市の青木酒造株式会社というところですね。これは普通酒。普通酒で、一升瓶で 値段が1600円ぐらいでしたね。ですね。まあ、魚沼さんの俺が大好きな、ね、日本酒といえば、やはり、ね、八海山ですけども。ね、それもまあ、これも魚沼市なんで。ね、アルコール度数が15度以上、16度未満。原材料が米かっこ国産。米麹かっこ国産米、醸造アルコール、なっております。それでは、格例ね。読み方が面白いですね。鶴の年齢とか言って、格例。格例か。鶴の年齢とか言って、格例。鶴は千年、亀は万年ですからね。ああ、開かない、開かない。これ毎回このさ、一升瓶のさ、蓋がさ、毎回開かないんだけど。開いた。よいしょ。それじゃあストレートでいただきたいと思います。乾杯。まろやか。これ八海山に比べるとまろやかな方ですね。八海山はかなりすっきりしてた。日本酒と。かなり、あれだったんで。ちょっとあれかな。まろやかっていうか、ちょっとコクが深い系ですね。こちらですね、格例の他に、商品が、雪男っていう、ね、日本酒も作ってる。結構、ラベルがね、怖いラベルの。ものなんですが。こちら日本酒度がプラス5です。精米部合が65%。で、原料米が、500万石と越しぶきとなってます。南魚沼の晩酌酒として長い間親しまれ続けている、芳醇辛口タイプのお酒です。雪国の食文化とともに築き上げられた酒質は、現代食にある濃厚な料理にもしっかりマッチします。でも個人的にこれは結構甘口な部類じゃない。もうちょっと俺キリッとしたのが好きなんだけどね。コクがあるやつよか、いわゆるね、辛口っていうか、そう、すっきりしたやつが。まあ、すっきりしすぎてもあれなんですけど。
でもこの雪男ってのは結構気になるね。うん。日本酒とかプラス7度だって。へぇー。ちょっと飲んでみたいですね、これね。まあ、探せば多分あると思います。てか、普通にあった気がする。ただ、ちょっとでかいのしかない気がするな。これも本当は 900ml のやつ欲しかったんですけどね。売ってなくてね。まあ、飲んでみましたけど、まあ、まあ、微妙かな。個人的にこれはちょっと、冷やして飲みたいですね。ちょっとだいぶっていうか、個人的に結構甘い部類だな。甘いっていうか、コクがある部類。これは日本酒でもね。うん。八海山に比べるとかなり、コクがある部類。なんで、ちょっと個人的にはちょっとあれですね。微妙。うん。うん。まあ、別にそこまでうまいって、言うほどではないとは思うんですが。別にそこまで特徴もないしね。ある程度、辛口の普通な日本酒っていう感じはするんですけど。まあ、強いて言うならば、辛口の部類では、コクがある方かなと。コクがあるっていうか。ちょ、まあ、うん。コクっていうかなんか、こう、口当たりがなんか、辛口なのにスッキリしてなくて、こう、まろやかっていうか、口に広がる感じっていうのが、うん。まあ、ちょっとあれかなっていう、ぐらいで、別に俺が飲んでも、うん、まあ、普通の日本酒とは違う、辛口なんだけど、なんかちょっとあれだなっていう。うん。これ買うんだったらやっぱり、八海山。もしくは、しめはりつるかな、やっぱな。うん。しめはり、八海山。まあ、これロックでいただこうかな。冷やして、もしくはロックで。いただいた方がいいですかね。今度雪男飲んでみたいな。ちょっとな。気になるね。うん。うん。これね、ここに書いてあるんですけど、芳醇清酒って書いてあるんですよ。確かに芳醇なんですよね。うん。そこが多分、この隠れの、芳醇なんだけど辛口なんですよね。普通甘口の酒って芳醇なんですけど、辛口なんだけどなんか芳醇なんですよね。うん。多分、これが好きだって言ったリスナーの人は、おそらく、そこが、好きなんじゃないかな。なんか、こう、まろやかじゃないけど、なんかこう、ふくよかっていうか、味が全体的にふくよかなんだよね。ね。それは多分あると思う。うん。ふくよかな味で、なんだけど辛い、辛口、ブッ、みたいな。それは多分、そういう意味合いで、
ね。やったんだと思います。好きやったんだと思いますけどね。うん。まあ、個人的にはちょっと、俺、芳醇なのよか、すっきりしたタイプの方が好きなんで、あまり、あれかな。僕、アルフォーなのかな。甘みは別に普通ですね。香りもまあ普通でしょう。コク、なのか、なんなのかわかんないですけど。コクというか、ふくよかな、ね、感じはしますね。4333です。ご視聴ありがとうございました。